フェイト、グランドオーダー、藤丸律香はわからない。フォー君？その猫、わらわに近づけるでない。話し飼いにするな、愚か者。痛い痛い。大丈夫だよ。フォー君は賢いし、攻撃する相手は選ぶし、そもそも猫じゃ。フォー君って何？え、よく考えたらなんだ。耳が長いからウサギにしては小さいし、ベーコンとか食べてるよね。そうだ、マシなら知ってるかも。はい、フォーさんは何なのかですか。フォーさんは、フォーさんはフォーさんです。じゃあずっとみんななんだかわからないまま一緒にいたってこと。厳重な感じ漂うこの組織が。少なくとも無害とは断定されているかと。ふわふわではないか。マーリンさんに聞いてみるのはいかがでしょうか。そうだ、マーリンよくなんとかパリーグって呼んでるし。拙者分かっちゃったもんね。黒ひげ美少女に謎の小動物と来れば排除するまでもなく可能性はただ一つ。いやまあもちろんね、一つといても細分化はいくらでもできるし、ジャムと夢は無限大なわけですが。うん、それで魔法少女の相棒、マスコット的存在でファイナルアンサー。私が魔法少女。そういえばキャスターってなんか小さいの連れてる率高い気がする。あれ魔法少女だったんだ。さすがマスター、理解が早くて助かりますな。ジェロニモ魔法少女。このシルエットは何でしょう。あれかな、それともこれかな。正解はこちら。わかったかな。次回もお楽しみに。